京博広,し広しは大韓民国の現代音楽の作曲家。1960年にソウル大学校音楽大学作曲家卒業後、1970年よりドイツへ留学し、韓国に対する政治的な配慮から非公式に陰位層の病室まで行って指示。12年の滞在の後に帰国。韓国発の電子音楽を作曲、パンミュージックフェスティバルの創設。 アジア人発のイサム副会長就任など韓国、現代音楽界のパイオニア的な存在となった。1970年から1980年代には、ドイツを中心に創作活動を展開、この時期にエディションモダン社から、室内アンサンブルのためのブルなどの作品を出版。音楽にとって、最も重要なのは構造であると明言した通り、システマティックな素材操作に重点が置かれている。 この方法論は、電子音楽の作曲でも変わらなかった。1982年に、韓国へ帰国。1980年代に、エディショングラビスに移籍。その他の出版社とも散発的に契約。ソウルオリンピック開催後、魅力的な音色感にあふれた傑作を、次々と発表。ピアノとオーケストラのための競争曲、チェロ競争曲、ベルリン。 管弦楽のための競争曲、チェーンリアクション、マリンバとオーケストラのための競争曲といったオーケストラ作品は韓国作曲界の最高峰に位置するとされる。近年はエレクトオン音楽の振興に熱心であり、歌劇、超越の日本初演はエレクトオンアンサンブル版で行われた。1990年代にマックス・エスキュグに移籍。1982年より2000年まで。 ソウル大学校で教弁を取り、多くの弟子を輩出した。最も有名な弟子に、チンウンスクがいるが、末端の弟子にリー・ソングワンがおり、文科生の層も扱った。2006年より、文科生、大村哲也の元勤務先と、伊藤健一郎の母校でもあった、ナオミ学園大学にて、定期的に特別授業を行っていた。2004年には70歳の誕生日を祝う。 コンサートシリーズが世界中で行われた。70歳を超えても創作活動に勤しみ、韓国作曲界全体から最も慕われる重鎮であった。2007年には3つ目の音楽劇、地球から金星天へがソウルで世界初演された。2000年代には再びエディショングラビスに戻り、新作の出版を行っていた。また、近年は、 バイオ関係を利用した微分音程の探求に熱心であり、十二、平均率化成によらない共和的な音響に高い関心を示していた。かつて言及されていた構造主義的手法は、その中でむしろますます円熟していた。作品は、リコルディ、ドラン、ソリベア、エスキグ、エディション、グラビスから、現在も出版されているものの、他社による CD による、 作品集の販売や音源ストリーミングも希少で正当な評価が遅れている。2020年8月16日死去。ありがとうございます。